忍者じゃないでござるよ。忍者じゃないでござるよ。トゥ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 。拙者は熱き魂の侍ヴァンパイア永遠の17歳、星野颯太でござそうろう。はい、拙者は永遠の17歳、星野颯太でござそうろう。ただいま絶賛メイク修行中でござる。部屋も修行中でござる。あ、触っちゃダメだ。こうやっていじくっちゃダメって、そういえばメイクさんとリスナーさんから言われてたんだ。いじくんないですよ。今日も髪の毛はもさもさいじくらないですよ。見ててね、最後まで。ちゃんと触らないで。これぐらいはいいですよ、これぐらいは。ちょっと目にかかって、ほら、お顔が見えなくなっちゃう。お顔が見れなくなっちゃったらね、ダメでしょ。ね、かかってたらさ、ダメじゃん。ネクラに見えるじゃない。だから、まあ、これくらいは勘弁して。そうです、そうです。あとね、照明。照明ここに置いてんだけどね。明かりかなり変えたんですよ。どうどう、綺麗に映ってるかな。綺麗に、あ、ごめんね。あ、忘れちゃ、またモザイクかけなくてもいいよ、うちで。あ、ちょっとね、前も動画で言ったんですけど、花毛事件、ソータの花毛事件、まあ知らない人は過去の動画見てください。過去の動画に花毛事件の真相がありますから。鼻毛をね、抜きまくったせいでね、鼻水がやたら垂れてくるんですよ。はい、よいしょ。でも鼻水が垂れたって、鼻髪を突っ込んでたって、俺はロックスターだぜ。カッコつかねえか。カッコつかねえか。こんな紫のコート着てるんだね。ロングコートかっこいいだろ。あ、すっきりさっぱりーん。はい、シュシュシュ。そうそう、まあそんなね、鼻水とか僕の髪の毛とかメイクの話じゃないんですよ、今日言いたいことは。今日言いたいことはね、まあ僕は YouTube をお仕事にしてるから、 YouTube をよくよく、観察しております。最近一番大きなニュースって言ったらあれじゃないですか。え、なんだよ、早く言えよって。いや、にほほほほ。ほら、ラファエルさんとヒカルさん、禁断ボーイズさんが事務所を作ったじゃないですか。うん、ちょっとね、それで事務所についてちょっとケフはね、ソータ武士で語っていこうかなと思います。はい、まあ僕は、まあ、YouTuber ってよりも表現者でありたいし、うん、まあもともとね、こう後ろのポスター見て分かる通り、プロのミュージシャン、アーティストとしての活動が一番大きいシェアを占めてます。だから事務所とかね、結構ね、詳しかったりするのよね。はい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 。いやー、事務所ってね、入った方がいいの、入らない方がいいのってよく質問もらうんですけれども、まあ一概にいいとも悪いとも言えないね。うん、その事務所によって全然色が違うから。あ、また出てきちゃった。そうなの。クソみたいな詐欺、もう詐欺じゃんっていう事務所もあれば、あ、ピンボケだ。お、直った。うん。あれば、まあ、良心的なアーティストに協力的な事務所もあります。だから一概にいい悪いはないと思います。うん。じゃあ、すっきりさっぱりーん。じゃあね、まず事務所に入っていいこと、メリットをちょっと話していこうかな。うん、まあ、僕は音楽事務所に所属しております。だから音楽事務所の、音楽の世界の話だからね、 YouTuber としてのじゃないよ。うん、だから それを聞いてください。僕は、かなりいい条件でしたね。うん、いい条件でした。でも一番初めに入った事務所っていうのは結構な、ブラックとまでは言わないですけど、かなり体育会系でしたね。もう先輩後輩がかなりうるさい、うるさくて、うん、で結構上が言ったことは絶対で、うん、上が黒といえば黒、白といえば白みたいな、うん、感じでした。で一番初め僕は、
まあ、フリーでやってて、ちょっとこのままじゃちょっとメンバーもいいやつ見つからないから止まってなんかはいられねえぜってなもんで、まあオーディション受けに行ってます。そしたら、アカペラで歌うテストとあと面接みたいのがあって、まあ一発合格するんですよ。うん、合格しました、イエーイ。でまああるプロジェクトに参加して、まあそのプロジェクトが終わったと同時にその事務所が倒産しちゃったんですよ。倒産しちゃって、まあ、またフリーに戻ったんですけれども、今の、事務所のそのスカウトがあったんですよ、うん、W プロデューサーから、 W プロデューサーもう素晴らしい人、素晴らしい人ですよ、うん、C じゃないよ、素晴らしい人だよ、からスカウトされて、どうでもいいけどねこんなこと、スカウトされて今の事務所に、入ることに至ります。はい、でそうですね、僕の場合は優遇されてます、まあ、W プロデューサーに買ってもらったんで、とても気に入られたんで、いろんなところで多分優遇されてるから、他のアーティスト多分ねパーセンテージと全部違うと思うんだよね、うん、うん、そうなんだよ。だからその柴田さんもちょっと言ってたんだよね、うん、事務所に入るっていう、入ってくださいっていうなんかオファーみたいのがいくつも その会社さんから来たんで、で普通はなんか YouTuber さんから収益の 20% 取りますけど、柴田さんに関してはなんかゼロでいいんでみたいなさ、うん、そのだからアーティストによってね立場とかが変わってくるわけよ、事務所に入ると。なんかそういう風に柴田さん動画内で言ったのね、うん、で俺も多分違うと思う、渡辺プロデューサーからスカウトされてぜひうちでやらないかって言われたから、うん、俺は他のアーティストと多分違うと思う。でも、うん、俺はそういう好条件だったから、もうなんだろうな、何でも結構自由が許されてるよね。まあ例えば自分が取ってきた仕事とかもね、その会社の営業さんが取ってきた仕事以外の仕事でも全部NG なし、うん、ソータがやりたいんだったら全部やっていいよって、でバックで返す会社になんつうのかな、バックするお金はない、うん、だから 100% 全部自分の収益にできるわけよ、うん、プラス、レコーディングスタジオとライブハウスを安く使いますね、事務所が保有している所有している、事務所の、ライブハウスと、レコーディングスタジオを安く使います、うん、かなりのメリットがありますよ。で僕がほらこの2枚裏のポスターにある、これ CD なんだけど、こっちの1人で写ってる方がマキシシングルで、こっちの2人で写ってるのがミニアルバムなんだけど、だいたい初回プレスで1000枚なんだけど、だいたいねお金が100万かかるんだよね、うん、それも会社持ちなんです、うん、事務所に入ると初めの100万が会社持ちで、 CD1000 枚プレスされてポスターもついてきます。でしかもレコーディング費用も全部込みね、レコーディングスタジオを使うのと、レコーディングディレクターさん、プロのディレクターさんをつけるのと、アレンジャーさん、プロのアレンジをやる人をつける人と、うん、で1000枚プレスとポスターで、まあ、大体100万円かかるわけよ、うん、それで CD 売って1万2000円で売りましたって言ったら、その早くその100万を返したい人は2000円売って、その2000円をまんま会社にあげちゃうもありだし、1000円は自分のものにして1000円だけ、会社に渡すっていう返し方をしてたら、まあ、倍の時間がかかるよね。もしくはもう早く会社に借金なくしたいから2000円そのまま会社にあげるみたいな、まあそんな風にアーティストが自分で選べる、かなり自由な、僕の場合は事務所でございますね。はい、僕の場合だけかもしれない、もしかしたら他のアーティストはもっと分取られてるのかもしれないけど、ちょっと取られてるかもしれないけど、俺には自由が許されてる、そんな感じかな、うん、まあ事務所に入っていいメリットっていうのは、そのいろいろ使えることと、あと宣伝がしてもらえるかな、うん、いろいろ宣伝してもらえるし、まあプロフィールとかも作れるし、まあ CD ジャケットとかもさ業者さん頼まなくていいから、会社内のスタジオ使えるし、あと、うん、カメラマンさんとかも用意してもらえるから、まあその点はかなりのメリットなんじゃないでしょうか。あと俺の場合、ボーカルトレーニングっていうの？ボーカルレッスン、ボイストレーニングを
タダで受けさせてもらってます。でそこのさ N 先生がさ、もう N 師匠がすげえんだわ、マジすげえの。うん、で俺その人尊敬してる。うん、俺もともとボイストレーニングね、お金受けてたんだよ。かなり有名なね、誰もが知ってるようなボーカル教室通ってたことがあるの。うん、通ってたことがあるんだけど、だけどそこの先生は上手いけど相性が合わなかったんだよね。うん、教え方っていうのかな、合わなくて、でいいボーカルの先生いないかなって。これ確実にね、実力じゃないの、相性なんだよ、相性。うん、ボーカルやってる人は本当にいい先生ね、見つかるまでいろいろいろんな人から教わってください。みんな教えることって全然違うから、教え方とか教えることとか全然ね、人によって違うんですよ。で俺は今の N 先生が一番、もう N 師匠が一番大好きで、相性も俺は合ってると思ってる、勝手に。向こうが俺のことどう思ってるか分かんないけども、俺は N 師匠が大好きです。N 島先生よろしくお願いします、今後ともよろしくお願いしますってな感じですね。はい、まあ結構なおっさんなんですけど、僕はもう超尊敬します。はい、まあそんなさ、サービスって言っていいのかな、サービスが受けられるから事務所に入ってのメリットはそんな感じで、デメリットっていうのはやっぱりそのお金だよね。お金がやっぱり取られる部分と、あとなんか自分の自由にできなくなる、そこかな。だからいいことを言ってくれたら、まあアーティストが伸びるからさ、いくら言われようがいいじゃん。でも自分のやりたいことを曲げて妥協してやらなきゃいけなくならざるを得ない時がある。だから日本語がおかしくなっちゃったけどさ、まあそのなんつーの、自分はこれで売っていきたいっていうものがさ、確固たるものが大体あるじゃん、ミュージシャンとか、やっぱクリエイターってさ、まあエゴの塊かもしれんけども、ね、それで売れないのかもしれないけど、そういうものがあるじゃない。でも客観的にやっぱ事務所っていうのは見てるから、もうアーティストって商品だからね、商品。売れなきゃしょうがねえ、もうポンコツ商品だから、もう捨てられちゃうわけさ。だから事務所としてはその商品をどうにか売ろうとするわけ。だからな、俺は男らしいやつがやりてえぜってね言ってても、男らしく生きてえぜ、渋く生きてえぜって、渋さを磨きたいぜって言ったところで、でも事務所からしてみたらそれ NG なわけよ。ソータはソータを売るためには、ソータっていう星野ソータっていう商品を売るためには中性的で、女性にね負けないくらい綺麗にみたいな風に磨いて世に出しましょうみたいな感じなわけですよ。だからその自分のエゴよりもその商品を売るために会社は動く。だから、自由は利かなくなる、もちろん。そりゃそうだよ、だってねえ、ファンの方とかが望む姿に、なんないと、まあ商品として成り立たないわけじゃない。だから商品として成り立たなかったら、それはもうポンコツですから、もう事務所としてもその抱えてるだけでお金がねなくなってくるんだから、事務所としてもいらないわけじゃない。だから事務所で必要とされるアーティストになるには、やっぱりその言うことを聞いてちゃんと売れる、数字を出す、結果が全てだからね。結果が全てなんだよ、この音楽業界っていう世の中はさ。まあ会社でもそうだけど、営業職とかでもそうじゃん、結果が全てなんだよ。いくら脳がき垂れようが言葉で言おうが、ね、結果出してるやつが偉くなっちゃうわけさ。だから売れたら自由にできるようになるし、売れなかったらやっぱりいろいろ言われるわけさ、もっとこうしろああしろって。それが言われるの嫌だったら、自分は好きな音楽やっててーぜ、自分のペースでやっててーぜ、マイペースにやっててーぜってやつは事務所に入らない方がいい。まあ難しいけどね、難しいよ今の時代で売れるっていうのは。ただいい曲を書いて、ただライブをやって、これじゃ売れないね、またなんか新しいことをやらないと。だから俺思うんだよね、ゴールデンボンバーってすげえなとかさ。いやー、彼らは本当にすごいね。俺はもう経営者としてね、尊敬するね、アーティストとしては。
音楽家としては別にね好きな音楽では、うん、ないし、俺の心にはこう響いてくるものはないかもしれないけど、経営として、うん、うまいことやるなとは思いました。はい、だから嫌いじゃないです、うん、全体的に見ればね、音楽としてじゃなくて、うん、で、事務所に入ってなんかね、契約書をよく読んでください、入る人は、うん、契約書で給料制とかでいろいろ変わってくるからね、うん、あのアイドルなんかかわいそうだよね、ほとんどがさ、アーティストってみんな歩合じゃん、だから CD が売れたら売れた分入ってくるのが普通なわけよ。だけどアイドルの子たちっていうのはもうサラリーマンみたいなもんですよ、もう月の給料が決まっちゃってるわけだから、 CD が売れなくても売れても固定でね入ってくる額は一緒なんだけど、まあ100万枚売れたとしてもね、変な話30万しかもらえなかったら割に合わんじゃん、割に合わねえよ、何のためにアーティストやってんだよ、楽しいじゃん。だからちゃんとそこら辺契約書読んで、で歩合でやりましょう、歩合で、うん、まあ、歩合が嫌なんだよ、固定給が欲しいってんだったらそれだったらもうアーティストやめていいんじゃねえって思っちゃうよね、うん、やったらやったら売れたら売れた分やっぱりその見返りが欲しいじゃない、アーティストたるもの、自分の汗水垂らして血のしょんべんが出るまでもう苦労して作った曲だよ、それが世に出て、ね、結果が出たら嬉しいわけじゃない、それでね入ってくるお金がやっぱり自分の稼いだ金で、あのなんだ意味のある金っていうの、うん、拾った金とかじゃねえわけだよ、宝くじ賞で当たったラッキー金じゃないわけだよ、それがやっぱ俺一番のメリットだと思うんだよね、クリエイティブをやってて。かなり長く話してますけれども、まあそんなところですよ。だからまあ地道にマイペースに趣味みたいな感じでやりたかったら事務所に入るなってお話で、要約するとね、で、事務所に入りたい人はよくよく契約書を読んで、うん、自分のその折り合いをつけれる、うん、ところに行きましょう。パーセンテージとか事務所によって全部変わってくるから、あといろいろね、うるせえところはすげえうるせえから NG もいっぱいあって、せっかくねじゃあ自分が営業してラジオ決まりましたって言っても、そこが会社がね NG って言ってくる場合もあるからね、あと会社に半分ギャランティー渡さなきゃいけないとか、うん、いろいろもうぶわーってあるわけよ、あるわけよ、いろいろ、うん、だからよくよくリンキングをして打ち合わせをして、そして契約書をよく読んで、それからサインをしましょうね。まあ YouTuber も同じですよ、今僕は音楽が、うん、メインだから音楽業界のことを話しましたけど、 YouTuber だって変わらないよね、クリエイターとして、うん、事務所に入るって形で参考にしていただけたら幸いでございます。では長くなったのでそろそろおいてもいたしますか。じゃあいつものセリフで締めようぜ、忍者じゃないよ、熱き魂の侍だぜ。じゃあみんな事務所に入ろうが入ってなかろうが転がってこうぜ。しょ。星野総太です。ご視聴ありがとうございました。僕らの関連動画などは下の概要欄からお願いします。星野総太でした。失礼した。また来てください。